男子ゴルフ世界選手権シリーズセルマッチプレー21日テキサス州オースティン、オースティン C1 次リーグ第1戦が行われ、5組の松山英樹は2アンド1で宮里優作を下して白星スタートとなった。16組の池田優太はロスフィッシャー、イーギリスに2アンド1で勝ち、14組。小平智はラファエル・カブレラ・ベロ、スペインに2アンド1で敗れた。1次リーグは出場64選手が4人ずつの16組に分かれ、それぞれ総当たりで対戦。各組の1位が決勝トーナメントに進む。大会は米、欧州ツアーを兼ねる。松山英樹の話、途中からいいショットが打てたので、うまくプレーができた。練習は良くなかったショットが、だいぶ戻ってきそうな感じはある。宮里優作の話、アイアンのコントロールが効かなくて、という感じだった。パットが良かった分、ちょっと残念。松山は、まだ全然、本気を出していない。池田優太の話、互いの不運もあって何とも言えないけど、勝てたことには違いはないので、自信にして戦いたい。ドライバーを調整したい。小平智の話、一日いいところなかった。全体的に調子が悪い、球が左に行ってしまう。トンネルにいる感じで、いろんなことをやっている。